はい、晩ご飯の準備ですね。4時です。毎日なんかずっとご飯作ってるよね。ああ、おい笑っちゃうね。ご飯ってもね、夜はもう洗濯とかあるから、ちょっと厚揚げを、厚揚げとキノコと、キノコ。こっちはキノコ使いましょうかね。これと、あとまあ根菜をちょっと煮て、終わりかな。レンコンがあるんですよ、レンコン。レンコンがあるはずだよ、レンコン。この冷蔵庫の中もね、あと汁も食べないといけないね。レンコン、大根にレンコンに汁か。人参はこっちもあるね。かぼちゃもあるね。かぼちゃも食おう。かぼちゃで、ニラがあるな。この餃子を作れという指令だよね。餃子を作りたまいますね、君。こういう感じの指令が出てますね。レンコンってこっちだ、これ。これは貝割れにいかがで作ろうと思ったんだけどね。まだのようですね。ナスも、ナスも汁に入れようか。ナス汁。これ何？これキャベツの芯だね。もう一つはナス、ほうれん草に。白菜ちょっと使いましょうかね。これはレタスでしょ。レタスはいかがのものに使いましょうか。キュウリ。キュウリは2本ありますね。はい、OK です。もやしも入れようか、汁ね。そうすると、ちょっといろいろと、もやしまで炒めるんですけどね。ピーマンはあるから。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。ほう。で、上に、厚揚げあるんですよ、厚揚げ。厚揚げと鶏あるから、厚揚げと鶏で、煮しめみたいなもんもね、作って。タケノコあるでしょ。それで、これが袋竹に、こんにゃく。よし、これで大体、煮しめができるね。レンコンこっちにありますね。レンコン。レンコンじゃがいもにしようか。レンコンじゃがいもって入ると、美味しいんじゃない？あ、これあった、これ。どうしよう。これ汁かなんかだよね。これで汁にする？味噌汁これ。明日の朝でいいね。明日の朝にしよう。これと明日の朝。よいしょ。じゃあ始めますか。はい、しかし、まあ、なかなか仕事進まんぞい。まあ、なんとかなるの。土曜日までになんか作んなきゃいけないんですよね。いつもこんなことできてるよね。まあ、いいんじゃない。できるろ。頑張れば。頑張ればできるだろう。頑張ればできるだろう。頑張れば何でもできるってもんじゃねえんだよ。諦めんしゃい。おい。鼻から諦めんの？それもな、ちょっとな。煮しめの中で鶏を煮てやろう。で、汁の方は豚にしよう。タンタンタタタンタンタンタタタン。カリッとポリッと美味しい効果。おい、小池屋だよ、それ。いかん。名前出しちゃったよ。どうしよう。バンバンに売れたら。はい、これね、昼間作ったとんかつ。朝。昼だね。今日うちの奥さん仕事なんで、お弁当に持っていくのにね。大体お弁当は揚げ物が多いね。この辺、これレンコンですけどね。蒸してから揚げましたから。これ最高ですよ。蒸してから揚げる。レンコン最高。で、その人たちは、
イカリングですけどね。イカリングってちなみに俺もうイカリングには目がないんですよね。イカリングを見たらビールの音がする。カシュ。イカリングといえばビールの音。カシュ。まあ、とはいえそんなこと言ってやつ仕事間に合わねえぞ。カシュカシュね、カシュカシュです。カシュがきます。はい、今これ見てますから。汁の方何でしょうかね。白菜、あーちょっとね、鶏のあれの話もいいかもね。あんま、でも鶏はこれちょっと一生懸命熱いんでってやりましょう。煮しめにね、このだけちょっと入ってもいいかな。やっぱちょっとだけ入れよう。このぐらい入れちゃおう。このぐらいをそっちにも入れましょう。そうするといろんな味わいができてきっと楽しかろうや。だからずっと取り見てあげようね。でこれはこっち側のは、あ、でもみんな同じ大きさに来てこっちで入れてやろうかな。絶対出刃包丁が切りやすいですよね。じゃあ今日は鶏と厚揚げと根菜の煮しめ、煮つけ煮しめと汁ですな。それで終わりにしよう。とんかつあるし、やっぱ何でもあるし、何でもあるし、やっぱちょっと鶏って入るとコクが出るからね。汁でも何でもね、汁に入れるにしてもみんなこう沸騰してから入れた方が、沸騰したから入れるよ。ドン、ほらこっちに入りました。ドンって入りました。アクが出るからね。それでそっちにはちょっとネギを、青いところを使っちゃいましょう。ネギ頭は金持ちだ。そうなの？ネギの頭はね、結構美味しいんだよね。でもちょっとちゃんと一生懸命切らないとダメだよね。ダメだよね。トツトツ系に切りますね。ちょっと形を残すぐらい切ってみて。ネギね、こんな感じでネギをトツトツと引き合って、白菜もね、ちょっとトツトツ内側の方からいってやりましょうか。ちょっとでいいのかしたら、なすにしいたけやったりとか、なんていうかそのあれですよね、こういうものをさ、栄養学者ってさ、単に栄養が分析した栄養しかないと思い込んでるとこが間違ってるよね。様々なマイクロバイオームが中にいるわけだから、それをできるだけ維持した状態で食べた方がいいわけでね。もうちょっと細かく切っといてやろうか。そのためにはなるべく沸騰させないとか、いろんなルールがあるわけだから、それに従って、ね、
えのきだけをちょっとだけ入れましょうか。えのきだけはちょっとだけがいいよね。あんまいっぱい入るとさ、えのきだけがものすごい、なんていうの、自分をこう主張し始めますよね。えのきだけね。うまそうな汁じゃろ。鶏肉が入って今少し出汁が出てるんで、ここにバターを入れて煮上がったら出来上がり。お、今日は簡単ですね。汁とお煮しめをね作りますね。今日はね根菜煮しめみたいなやつ、袋だけ使おう。ガンラガラガラ、豚バラ肉、豚のバラのね、このしゃぶしゃぶ肉が入りますね。ちょっと沸騰しすぎ、ダメ。さまざまな、そのなんていうの、野菜の中に入っているマイクロバイオーム、だからオートファジーっていう考え方自身は、その細胞が細胞の中身を分解して組み立て直すんじゃないのっていう考え方でしょ。栄養学者の考え方っていうのはそういう考え方じゃないよね。なんかあたかも工場に部品を運び入れて、その部品をなんていうの、こう使って新しく部品を変えていくみたいな感じ。それは間違ってるよね、多分ね、おそらく。この食べ物の中の様々な細胞生命を、できるだけ体の中に入れていって、そこでまたやっつけ直さなきゃダメだから、多分ね、俺の考え方っておかしくないはずなんだけどさ、なかなか、最低だった表現ができにくいよね、それってね。なんかお前勝手に考えてるだろうみたいなさ。しまった、白菜入れるの忘れてたよ。入れないことにしよう、もう時間が足りない。戻しとけ。はは、オートファジーでございます。分解して再生するんですよ、体内で食べた生命をさ。食事って本当に大事なもんのはずだからさ、それをちゃんと理解しないと。なんで美味しいと思うと思う？食べ物を。なんでお薬って、ね、美味しいと思わない？体の中入った後でどうなるかってことは分かんないわけじゃない。これね、鶏とその他もろもろ入ってるの。あ、キノコ、えのきしかいなかったね。まあいいや。やっぱ。ウルトラうめえよ。ウルトラうめえ。このぐらい火止めておくといいですね。ウルトラうめえ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 。はい。じゃあ、こっち側は、何使うかっていうと、ほら、これ。これあれ。袋だけ。金玉袋だけ。おい。中華の食材みたいでね。八宝菜とこに、あ、いける、八宝菜入れるつもりだったんだ。これ使うともうなくなるんだわ。これ売ってるとこちょっと遠くてさ、やっぱり向こうの本物のものを使わないと美味しくないよね。あ、八宝菜入れるつもりだった。八宝菜風ね。八宝菜自身じゃないんですね。八宝菜風。八宝菜によく似てるよね、あんたね。そういう感じ。ほっほっほ。キノコみんな使っちゃおう。これもう悪くなる人だし。みんな使うときには、こう足の土つきの方を、根っこになってる。根っこってわけじゃないんだよな。菌類ってのは別に根っこじゃないよね。全体でこう取っていくからね。それでこっちの方をやって、まあこう切っておいてやってさ。ぽやっぽう。ぽやっぽう。美味しいよね、キノコね。キノコって本当に生命、植物と動物の間にいる人たちだからさ、そ
それなりにすごい不思議な境界線にいる人たちだよね。ちょっとじゃあ角根をちょっと使うか。糸根はなんか水の中のものを、水っぽいものを作るときにもね、でも糸根もちょっと入れるか。そうするとなんか面白みが出ますよね。糸根で、これが、竹の根。こうやっていろんな根菜とかなんかが集まってまいりました。全国から集まったこの根菜や全国からじゃねえろな。まあいいじゃん、なんでも、はい、この人たちね、こうやって入ってみましょう。この人の人参くんね、人参くん人参を食べると元気が出るよ。これはやっぱ根菜ですから、組織の中にさまざまなあの生命が宿ってますからね。その生命を俺が食ってるって感じ。そうすると美味しいよね。なんか料理人がやろうが何がやろうが、うまいもんはうまいね。お肉うまいぞ、お肉うまいぞ。大根このぐらいね、少しでいいです。他にもいろいろあるから、ちょっとね、あのかつらむきのね、あの動画いろいろ見て研究しました。こっち側こう上下にするだけなんで、こっち側こう回すんだって。このカツラはこっち側は上下、難しいねこちら側は上下、ここで包丁でこう、あ、そうだ、これ使うなんて言ってた。こういう包丁使えって言ってたね。こういう包丁なんていうの、なっきり包丁って言うの。これわざわざ探してきて、家にあったんだよね。探してきて、なんかだんだんできるようになってきそうだね。なるほどね、だんだんできるようになりそうですね。まあいいことにしましょう。このぐらいで、また今度ちゃんと切ります。これ錆びてるよ、おいまあやっぱまあいいやね、錆も身のうち、身から出た錆包丁から出た錆だろそれ。これなんか明日あれだね、前のご飯に似てる。まあやっぱかぼちゃがあるけどな、かぼちゃ入れの方がいいな。かぼちゃだけにしてみましょう。あと大根、あ、これね、この人いるから、あのなんだっけこれ、じゃがいもいりますから、肉じゃが風になるようにしましょう。肉じゃが風っていうか、こう溶かしましょう、大根をね。はい、やっぱ、うん、OK だね。はい、じゃあ、あ、これ忘れそうです、これね、これ買ったんだから、これで大煮しめにしたい。これ最後に入れることにしますよ。いつも最初の方から入れてるからさ、もう溶けちゃうんだよね。というかボロボロになっちゃうんだよね、これ乱暴に扱うから。乱暴に扱う人嫌お前はどうせ俺のものだねえ、中台達也さん、そんな悪い人じゃないって。あ、そう、お前は俺とよく似ている。これはあの用心棒の中の一節ですね。暗い、いいか、
後で一番最後に入れることにしましょう。こういう順でいきますか。ピュッ、今日ちょっと盛り上がってますよね。はい、じゃあ始めますか。ゴングショー。ごま油、ごま油、ごま油で、ごま油が温まったところで、何入れるかな。あー、豚のひき肉でね、豚のひき肉をちょっとこう入れてちょりちょりになるまでやっつけましょう。じゃんにしよう。じゃんじゃんじゃん、あ、やっぱじゃんじゃん、じゃんじゃん、じゃんじゃん、うまそうじゃろ。ちょいちょいになるまでね、火にかけていって、まあこの人たちがもう終わりですな。肉のうまかー汁で根菜たちを美味しくするでホーム。はい、しました。どうしてしましょう。完全です。よっ、やっぱネギちょっと刻んでおきますか。ネギをちょっと炒めて、それで最後おわしネギ調理しましたね。だんだん旨味が出てきてね。豚の油と鶏の油が二人で合わさって俺たちは無敵兄弟、パヤッパーってな感じですな。はい、じゃあ無敵兄弟の中に、まずは中国から参りましたフクロウタケ君です。いつよく知りないもんね、フクロウタケ君が入りました。キノコ君、キノコ軍団が舞台にいてから参りました。俺たちも行くぞー。こんにゃく軍団が参ります。待ってて、俺も頑張る。ね、これは何だっけ、あれ、いただきますよ。手のこ、手のこマシーンが来ましたね。手のこマシーン、どこでもラメを出してやる。ああ、いいね、手のこマシーン。これなんか、来たところだわ。お、だんだん強い炎に焼かれてまいります。根菜が入ってまいります。根菜そもそもそんなにね、油がないですから、油っていうか水じゃないですからね。根菜どんどんパヤッパウ。もうほら、大体野菜がみんな来ましたね。あとは厚揚げですね。よくこう一番外側をね、
炙ってみましょうかね。ここでね、いつもの今までのこの厚揚げ出たんだよね。そうするともう粉々になるんだわ、これやってる間に。やっぱ根菜は強いよね。根菜は強い。俺の丼何倍も強い。いや、食べられてるんじゃないですか。パクパク。パクパクしかじか。ちょっと外側にね、味わいが入ってきたところで。ここで醤油と酒で。砂糖を入れて、醤油と酒。砂糖が入ります。ネギが。焦がしてみて。油がね、上から入るときに、ここに。で、砂糖の方を。ちょっと焦がして。砂糖がここで焦げてます。うまそうじゃろ。じゃあこれを返してみましょう。ねえ、精霊が満ち溢れてるという感じがするでしょ。で、今そこにしょっぱみがね、ちょっとたまり始めてますから、もうちょい醤油強くていいですね。うまそうじゃろ。砂糖とネギと醤油の味が入ってく、入ってく。で、こう落ちてきますからね。そう、そこに厚揚げ軍団。はい、やっぱ。ね、厚揚げ軍団はここに入ります。で、この、つゆをね、吸うようにしましょう。厚揚げ軍団。酒がね、入って。アップグレードします。酒が、あの、そこの旨味をね、持ってきてますけど、こちら上下を十分返して、なるべく厚揚げはね、壊れないようにしましょう。ちょっと今までその注意が足りなかったんですね。厚揚げがこのまんまね、味を吸っていきますんで。おお、今日はちょっと厚揚げが崩れないね。まあ練習だよな、人生何事も。人生何事も練習だからね。おう、そしたらもうちょい水を増やして、一番下に行くまで見ましょうかね。これでいいか。水がほぼなくなるまで煮ますね、これから。そうするといろんな味が一回出たのがこう入っていってね、一つの味になるでごまんす。今ゴンスって言うとしたんだよ。言うとダメなんだって。誰が言ったの。まさや、うん、うまい、うまい、うまい。本当にだし、だしちょっと入った方がいいかな。
ちょっとだけ出ようか。普通に締めの半分ぐらいですね。水多かったかな。まあいいの、これで。はい、ではでは、ちょっと片付けますか。ここを片付けて、じいちゃんのご飯の用意して、前の前のご飯の用意してね、前ちゃんのご飯の用意して、やっぱゆっくり、これはさっきサンドイッチ焼いたやつですね。お、だいぶ見えてきました。ちょっと仕事してもいいかもな。タイミング通り作ってる日ってのはさ、一生懸命仕事しなきゃいけない日だってするんだけど、できないよね。アマゾンプライムっていう強敵が現れたからな。映画見てんじゃないよ、本当にもう。まあちょっとうまくいかないんだよ、仕事が。もうね、目が悪くなったってのは一番辛いよね。見えないからさ、老眼でいいところが。え、映画見てるのに悪いと？結構根菜はガンガン煮ても大丈夫でしょ。でこんにゃくもまあ煮ても大丈夫だし。あ、厚揚げの味が出てきましたね。これだよ、これ。かぼちゃ入れてもよかったかな。甘みがね、こう入るから、かぼちゃ入れると。これ相当うまいぞ。いろんな味がね、出て、それをこう、肉系がこう、絡めていくっていうのがね、すごく嬉しいところですよね。嬉しいところですよね。はい。こちらにこれをちょっとね、詰めました。これは本当に洗わなくて大丈夫ですね。これね、ちょっとグズグズが大きい感じですね。カマスがね、ちょっとこれがあんま美味しそうじゃないから、ちょっと醤油でペリッと煮てやろうか。難しいね、カマスはね。本当にうまく作れる試しがない。ね、魚が
醤油煮てやります。煮てやります、煮てやります。勘弁だ、勘弁だ。焼いたんだけどさ、どうも味がうまく決まらない。酒でね、見つける感じ。酒が入ってこれが煮飛ばされますんでね、クツクツと。うまそうじゃろ。うまいんじゃよ。年いくとこういうのが好きになるからね。年は取るもんだよ。ここでこう、あの、なんていうの、アルコール飛んでね、麺の広いところで飛びますからね。で、こっちでまた煮詰まっていきますから、返してやって、まあ、どうせ食うの俺だけどね、じいちゃんと俺が食うんだ、これ。パサついてくるからさ、あんま美味しくないんだよね。はい、朝のタマスクです。いいところね、朝の何くんですか。空心菜、空心菜。でもじいちゃんと俺食うか。ちょっとこれなんだ、野菜をゴミを取ってます。ここをきれいにしてね、ゴミ玉っていうのはね、こうやって作ります。こう煮付けとか煮しめとかなんかやってる間っていうのはさ、結構あのフリーな時間だから、この辺できるだけね、できるだけこうやって根足の下の方からも取ってやってね、必ず残るんで全部きれいになるとは思わない。まだだね、ゴミはね。今日出してもよかったけどね。まあ、後で使います。まだここに置いておきましょう。よいしょ。厚揚げがバンバンに膨らんでますね。うまそうじゃろ。で、大根をまず見てやって、まだだね、大根がもうちょっと煮えないとダメだね。大根煮えて、人参煮えて、人参もまだだね、もうちょっとだね。ちょうどいいでしょ、このまま煮込んでいけば。味わいはどうだ。うん、今のタケノコね、おいしい。
はい。じゃあこっちにおじいちゃんのご飯の用意だね。これはまえちゃんのご飯。じいちゃんのご飯。はい。まず皿を並べましょうね。汁の皿、ご飯の皿、これの皿ですね。で、おかずを置くのは4皿ぐらい、3皿でくれるかな、4皿ぐらい。で、おかずどんなのっていうとこ違いますね。イカリング1個食べてもらおうか。イカリングにレンコンに小さめのカツ、パヤパー、これがね、まずはこう入りましょう。でもこれあれだな、キャベツ買った方がいいかな、まあいいわけだ。で、年寄りは口が小さいからこうやって切ってあげましょうね。これはいいかな、これは半分。めちゃいけよ。イカリングをあげられないけど。もう一個ぐらいあげちゃおうか、まりんな。レンコンを塩。何がいいとか、何がいいとかってんじゃなくて、食べて美味しいっつって食べるものを考えたけどね。もうよく栄養学的にどうだこうだとかさ、空心菜にはカルシウムがあるから最高ですとかさ、そんなことじゃないんだって。美味しいかどうかなんだって。カルシウムがあるかどうかなんて食べるときなんて昔の人分かんなかっただろ。でも美味しいから食べてたろ。それで健康っていうか、まあピンピンコロリの人生だったわけだろ。じゃあそうならいいんだよ。豚鶏ね、あれですね。やっぱ、これはギスですけど、ギスは気をつけてね。トゲがあるから。こんなでいいでしょうね。トゲじゃないよね。よし、4、5、3。これでいいか。キャベツ。ブロッコリーもあったよな。どこ行った？冷蔵庫だ。マルチ危ない。パヤパー。あとあとどこにある？ないね。前はご飯とヨーグルトで、これは明日魚焼くし、あとのものはまあいいか。あとは俺のビールが出んだな。あった一本しかねえんだな。あれはあったで文句言うし、ねえばねえで大騒ぎするし。あ、鬼しめだね。これ鬼しめ用に出したんでした。はい、鬼しめで、これでアイアンのヨーグルトね。次はヨーグルト。やべえ、ヨーグルトの果物はね、よくね、フルーツインヨーグルトとかみんな買うけど、あんなの自分で果物買ってきてさ、切って入れりゃいいだけなんだからな。味が団地だよ、団地。団地なの？断然違うだよ。知っとるよ。やっぱ。もう親父が死んで一人になったらヨーグルト食い出すかもな。ファイアパー。はい、でここから取ってあげますか、おにしめをね。少しほら、厚揚げうまそうじゃろ。こうやってね、くり煮たおにしめは美味しいよ。厚揚げにね、いろんな味が入り込んでる。これ中国
お袋竹で、これあるでしょ。鶏肉をちょっと入れてやって、大根もこんなもんでいいよ。もう食えるわな。うまそうじゃろ。煮しめたらね、この汁が入っていくから美味しいからね。もうちょっとこれは煮てていいでしょうね。それと同時にこちらから汁がつき上げます。野菜がたっぷりだね。特に今日はネギですから、ネギのスープを楽しみましょうよ。ナスも入ってるし、ネギのスープ、ナスのスープね、スープを楽しむ。ネギの葉っぱの中に入ってるさまざまなマイクロバイオームたちがね、訪ねてきてくれる。皆さんの体に訪ねてきてくれたマイクロバイオームを大事に食べてあげようじゃございませんか。こうやってね、梅干しなんかが入るんですけどね、梅干しはね、うちの梅干しは本当に美味しいよ。俺の作った梅干しは発酵してるから、発酵ださん、おい、何言ってんだよ。はい、ということで、この梅干しはね、本当にすごいいい味ですよ。食べれば分かりますけどね、普通の梅干しの塩漬けと違うんですよ。もうこうなってトロトロになってるでしょ。で、まあ年寄りは種汚く食べちゃうから出してね、これだけあげるんだけど、これは本当になんていうの、果肉が発酵してるんだよね。14キロの梅を重しして水出して、それを火照らしながら外に、最終的に10キロになるわけですから、4キロ近くの水がね、なくなってるんですよね。その過程で発酵されてるから、これはすごい美味しいですよ。ペースト、普通の梅干しってのはみんな、なんて言うんだっけ、梅の塩漬けなんだよね。シソ塩漬けなんだよね、あれ。なんも梅わけがねえじゃん。言っちまったよ。これは本当僕手でずっと干してるから、まあ友人なんかに送ると死ぬほど嬉しがられますよね。死なないでほしいけどね。はい、死なないように。じゃあ元気に暮らそうじゃございませんか。じゃあね、バイバイ。